その山田さんの話ではまあ支払いして、うん、まあ、そそくさと先に俺らより先に店出てっていうことになってんだけども、え、もう聞こえてたんだよね、あの何を、隣の席もお会計え隣の席もお会計お会計いいですかっていうの聞こえてたんだよ全部。なんかたけしさんみたいでかっこいいですよね。おうおうおう、ちょっとこれあの隣のその話し合いもお会計を聞こえてたの、もう全部聞こえちゃってたんだよ。わ、嫁も聞こえてるし、こっちとしてはもう俺と奥さんはもう大芝居スタート。聞いたぞ澤部、先週のお前のラジオ聞いたぞ。リスナーからなんて呼ばれてるか知ってるか、応援した人や物が次々と不幸になるデスラジオだ。さらば青春の光とラブレターズはキングオブコントで優勝を逃し、 GAG 少年楽団は決勝にも行けなかった。おいしいおいしいと連呼したカップ焼きそばは回収され、 AKB の松井咲子は応援した瞬間じゃんけんに負け、あの国民的人気歌手アイコは紅白を。ついでに先週行った金沢は10年ぶりの記録的大寒波、もうデスブログの時代は終わった。今世紀最大のデスラジオ始動、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。デスラジオパーソナリティ南海キャンディーズ山里亮太でございます。いやー、おい、お前を応援してやろうか。失敗するぞ全て。まあね、今日初めて聞いたという方は何のことだろうと思いのことたくさんあると思いますけども、まあデスラジオっていうのはね、今ちょっと巷で言われ始めてるらしいね、このラジオ。まあちらっと言ってましたよね、まあ、この番組でね、頑張る、俺応援してるからと。で、もしくは本人がいないところでもね、これっていいよねなんて言ってるもんがですね、次々と失敗していくという、まあね、さらば青春の光ラブレターズなんてのはね、キングオブコント決勝戦で皆さんの記憶にも新しいと思います。さらば青春の光、めちゃくちゃいいネタが出来上がってました。ね、頑張るよって言ったらですね、敵がもっといいネタを持ってきてですね、僅差で負けました。ね、あー、さらばごめんなと。で、そして、ラブレターズはね、こういろんなね、曲の壁を越えて、有楽町とね、この赤坂の壁を越えて、あれ、なんていうか、エールの交換的な感じでね、カリスマと仮デカをこう褒めて、褒めたたいて、頑張れよラブレターズなんて言ったら、記録的な負け方しちゃったんでね。7点か。やっぱそのね、うん。で、GAG 少年楽団の宮戸は、うちに住んだっていうね、やっぱ死神としばらく暮らしちゃったじゃない。準決勝で一番受けたのに落ちたっていうからね。うん。で、あるカップ焼きそば。一時期はね、キャンペーンをしてたんですよ、我々が。このカップ焼きそばどうやって美味しく食べれるかなんて。でね、届いてますか、メーカーさんなんて言ったら、まさかね、回収されちゃう話。いやー、いろいろありましたよ。でね、今ちらっと言ってましたけどね、松井咲子ちゃんもね、今日誕生日なんでしょ、お前におめでとうって言ってやろうか。うん。危ない危ない。変なタイミングで卒業とかね、なんか大変ですから、それでね。でね、うちはチンさんね。チンさんもね、俺のせいなのかな、だったら超責任感じるよ。で、金沢は、1年ぶりに俺が行くって言ったら10年ぶりの大寒波ね。タクシーの運転手さんが言ってたのも、不思議でしょ、この時期雪降んないんですよ、なんて。なんかあったんすかね、金沢にって言ってたから。俺言えなかったね、俺だよ、つって。でね、その能力、ね、正直欲しくないと思ってたよ。しかし、その能力を使いたい時が来たんですよ、ついに。ハライチの澤部。あの面白い売り棒がよ、
やってくれたな、恥かかしてくれたな、澤部この野郎。え、俺が一番ね、世の中で一番かっこいいあちらのお会計をっていうね技でね、幸せ家族に俺は勝ったはずだったんだよ、かっこよさで。それが何、全部聞こえてた。しかも大芝居してね、何も知らなかったふりして店を出たっていう、その先輩を気持ちよくおごらせてやりましたよみたいなこと言ってんすよ。それね、まあこの話が俺は先々週かね、それ喋ってて、先々週にこの俺がね、いかにかっこよかったかと、澤部にいかにかっこよくおごれたかって話してね、ご機嫌だったら、その次の週にデブったんだよね、あのハライチとウジオシティがやってるねラジオですよ。そこでね、あのなんかなんつうの、アナザーストーリーみたいな感じでね、澤部サイドから語ろうかみたいな、かっこつけたことを言いやがってね、あいつ童貞じゃねえんだ、子供いたし、可愛い子供いたし、うん、で言ってやがってる、全部聞こえてたって。俺がね、店員さんにね、隣の部分も会計いいですかって、なんかたけしさんみたいにかっこよくないですかって言ってるくだりとか全部聞こえてたって言うの。でその後メール来てんだよ、本当にありがとうございました。あったわけだ、今思い出した、メールの内容言ってなかったでしょ、サーベルから来たメール、うちの奥さんも山里さんかっこいいって言ってますってメール来てるんですよ。それが何、芝居だ、おい、アカデミー賞狙ってんのか、おめえの嫁この野郎。え、女優賞取ったらな、俺がインタビュアーで言って滑らせてやるからな。え、くそったれ。でここでですよ、だから俺はね決めたんです、この能力俺は受け入れて澤部を応援しようと思います。なんか澤部のさイベントあるんでしょ、澤部っていうかデブったんてのイベントがあるの、なんてやつ、デブったんての会、応援しましょう。なんと山里が応援するイベント、デブったんての会。それで澤部とかってさ、今さ電話とかつなげないのかな、つないでいける、番号知ってます宮崎さんね。えそうか、宮崎 P があのデブったんてとかやってるから、澤部さん応援しますよ、ね、いや一先輩としてね、イベント成功してほしいじゃない、ちゃんと言おう、ちょっとデブタンテのさ会の情報ちょうだい、うん、何、あこれね、あかかった、出るかな澤部、出るかな、出ないか、出てるかな、もしもし、あもしもし澤部、もしもし、あやめてくれ、やめてくれよ何やめてくれよ、 何急にやめてくれて、何を聞いてたぞバカ何澤部さん、やめてください、本当にデブったんての会ってのがあるらしいね、はい、本当に大事な会なんですよ、2014年12月21日この山里が応援するデブったんての会がですね、やめてくれよ、何告知だよ、違う違う、本当に本当に大事な会なんです、かけてるんですよこれデブったんて、うん、その会に2014年12月21日、蒼月ホールでですね、開演時間18時。俺が一番応援したい時間だね。やめてください。俺どんなイベントでも18時に開演するイベント一番応援するんだよ。何？デスるのやめてください。デスるって、おい、デスるっていう言葉なんかねえよ。いや、デスり能力尋常じゃないですよ。そんなことない。俺別にデスり能力、ちょっと今言ったぐらいで終わってますよ、俺は。いやいや、本当にやめてください。すいません、なんか。何？なんかすいません。いやいや、俺はただ単にね。はい。やめてよ、そんな謝んのは。俺はただ単に、澤部を応援したいだけなんだから。はい、それから本当に、いらぬ応援なんですね。初めてですよ。言ったな。いらない応援。先輩が応援したいって言ってるの、いらぬ応援なんて、そんなつ、俺が今まで、ハライチを応援して迷惑かけたことあったか、今まで一度でも。だから、今回良くないんですね。その、良くないんでしょ、だって、あなたが応援すると。いや、わかんないよ。いや、これたまたまね、重なってるけど、最近は。はい。うん。そらもう、だって、澤部さ、はい。松鍋だって、形はさ、どうあれおごったわけじゃない？はい。うん、いや、それも、もちろん感謝はしてますからね、もちろんその、おごっていただいたのそれ奥さんと一緒に演技してたらしいじゃん、聞いてたらさ。それと、あのメールで来たさ、はい。あの、奥さんが山里さんかっこいいって言ってるっていうのは、あれは、フィクションなわけ？あれ、その、驚くほどの嘘ですね。あれはあの、そうね。そうそう。じゃあ、また、うん、澤部が気を利かせたやつ、うん、あれはね。澤部さ、そうなるとさ、そうなるとよ、一番かっこ悪いのは、はい、それに対して、私、ボケて返信してるよね、はい、ちょっと、
あの、奥さんの親友とか親戚一同にも言ってねなんて、あの、ボケてやってる、ね。いや、ボケて。いやいや、そうですね。ボケて返信されてましてね。うん、そうね。で、お前それボケ返してないじゃん。それよ。そうですね。うん。あのね、赤っ端です。ということで、ぜひですね、リスナーの皆さん、12月21日デブッタンテの会、これ私非常に応援しているんでですね、ぜひ皆さん、場所は草月ホールでございます。ぜひ皆さん行ってくださいね。やめてくれよ。さあね、さあね、応援してるからな。応援してるから二度と。頑張ってな、さあね。なんだこれ。俺一番応援してるから。あ、じゃあ曲だ。バイバーイ。嘘だろ。デスラジオが始まった途端、外に突風が吹き始め、家が揺れています。どうしてくれるんですか。これはもう私の力ではどうにもならないんですよ。やっぱこういいよね。俺もこう地球にいじられるようになったらもう本望ですよ。ね、金沢行こうと思ったら10年ぶりの大寒波でしょ。昔もあったからね。どこ行った時だっけな。仙台かな。すごいね、楽しかったの。ね、仙台行ってで着いて時に。うわ、もういいな、やっぱこの仙台って楽しいな、つって。ちょっともう一泊しちゃおうかな、って言ったらゲリラ豪雨来たからね。うん、そうよ、うん。あるから。そういうことある人だから、俺は。うん、ラジオネームなんとか経典越え。死神こと、リュウク山里さん、どうも。このまま今日聞いててリスナーは大丈夫ですかね。そしてゲストのお二人が心配です。これはね、皆さん思ってると思うんですけども、聞かなかった場合は応援しますよ。皆さん。いいんですね。でゲストのお二人は、そうね、今日100点にするってことは、ある意味応援なのかもしれない。だからそこはちょっとね、あの二人はもう、来ちゃったから。うん。何回か引き返すチャンスはあったのに、来ちゃったからいけないよね。うん。ちょっとね、今日はね、頑張っていただかないと。二人のうちどっちかちょっと、いつか卒業するみたいな、なんかから卒業するみたいな話持ってないかな、今日。持っててくれたら非常に助かるんですけど。ねえ、ないかしら、ねえ。でもね、まあ、ちょっとね、です、ラジオなんて言われて応援したらね、みんなが言いますけども。でもこれラジオってのは今盛り上げていきたいんですよ。せっかくだから。ね。うん。だからぜひね、こう、裏だ、表だなんてね、やめましょうよ、そんなの。本当に。やっぱ AKB さんにも頑張っていただきたい。応援してます。てか、もともと俺すげえ応援してる人だけど。そうだよ。絶好調、ほら、俺が応援しても絶好調であり続ける人いるじゃない。そうだよ。ねえ。さ、何？ラジオネーム、僕の貯金全部君にあげたい。山里さん、こんばんは。こんばんは。今日、小野ののかさんと手島優さんを100点にする応援企画ということで、お二人がデスラジオの餌食になるんですね。ツイッター見たところ、手島さんの歯茎から血が出たそうです。始まってますね。今夜も楽しみにしてますよね。言っちゃおうかな。お前も思想能力にしてやろうか。ね、これですよね。やっぱ能力ありますからね、私は。手島さん歯茎から血が出ちゃったんだ。うん。誰かね、趣味テクト買ってあげて。うん。時間ある人趣味テクト。うん。ねえ。ということは、私は後ほど、歯茎から血が出た女性と喋るわけですね。まあね、後ほどお二人も来ていただくということで、その前にね、もう一個だけお話があるんでございますけども、先ほど言ったね、私の、デスラジオのね、能力が働いてしまった石川県は金沢市の方にね、先週土曜日にね、行ってきまして、まあ、丁寧に言うと、前の日に入ってるんで、その、もし、次の日がほら、もう、10年ぶりの大寒波なんて言ったから、飛行機飛ばなきゃいけないなかったら怖いっていうことで、まあ、前日、金曜日に、石川県は金沢市に入りましてね、飛行機で、ま、小松空港からね、移動して、石川県金沢市、ね、あの、会場の近くのホテルなんか泊まってたんですけど、まあ、そして、ライブをね、やらせてもらったんですよ、次の日ね、文教会館。ね、石川県金沢文教会館もいいとこなんですよ。なんかすぐそこにね兼六園があって、でもうすぐそばにはね前田利家公が利家と松のねがこう銅像なんかがあるんで大きな神社なんかあったりとかですね、もうすっごいこうなんていうんだ静かな素敵な場所にまあライブで行ってきましてね、石川県金沢市だしね、いきなりライブやるって告知したのもね短かったから、お客さん来てくれるかなと思ったらもね400人を超えるたくさんのお客さんが来てくれて、でしかもね大盛り上がりですよ。嬉しかった。本当に結構老若男女っていうんですかね、若いお子様とかいらっしゃったりとか奥様であったりね
お父さん、さらにそのお父さんみたいな人たちも来る。もう本当に幅広い客層でみんなすげえ笑ってくれて、地元の人もね、あと東京の方から来てる人たちもいっぱいいて、もう大盛り上がりだったんです。非常に楽しかった。ただこの楽しさの裏には一つ大きく悲しい事件があるんですよ。っていうのは、なぜ今回石川県は金沢市でライブ140をやらせてもらうことになったかってところになるんだけど、それはこのラジオでも時々ね、まあ時々どころかしょっちゅう言ってますよ。ね、山里亮太のライフワーク、年に一度の石川県ね、金沢 NHK でのレギュラー番組、そう、深層回転どいね寿司ですよ。あれでね、大体ね、年末12月の頭の土曜日にね、収録したんです、毎年。その深層回転どいね寿司の前の番組ね、もう皆さん知ってますよね。寄せ書きテレビ回転民家ね、寄せ書きテレビ回転民家からね、数えればもう5年ぐらいやってるんです。で、このどいね寿司チームでね、もうずっと一緒なんですよ。技術さんとかね、スタッフさんね、周り全部だから、もうずっと毎年ね、じゃあまた来年ですねなんて言ってこうね、にこやかに別れながらやってるわけ。そして俺は毎年年末になるとね、もう深層回転どいね寿司ではおなじみのね、オープニング、俺がそれってって言うとみんながどいねーって始まるわけですよね。やっぱそのそれってどいねをどうしても言いたい、ね、でもね、もう11月になってもね、待ってど暮らせど NHK 金沢さんからどいね寿司大将そろそろ出番ですっていうね、いつも来るわけよ連絡が。それ今年は来ないわけ、待てど暮らせどね。あ、なんでかなと思って、でマネージャーさんにもちゃんと確認したっつって、で俺もあの12月の頭の土曜日開けてるから、もうどいね寿司用にずっともう年終わりから全然来ないで、ちょっと聞いてみてっつって、そしたらどうやらないと、今年の真相会でどいね寿司は。うわ、肩落としたね、なんでだろう、なんで急になくなっちゃったのかなっていろいろ考えてみたら、自分でね、亡くなった理由を、したらパッとね、頭に浮かんだことがあるのよ。それがね、去年のね、どいね寿司の時にね、石川県は金沢の郷土料理でね、ナマコの料理があったんです。ね、で、ナマコの料理をね、みんなで食べようって。その時にね、ゲストでいたね、ある女医の方がですね、言ったですね、グルメ番組とは思えない、コメント、これのせいじゃないかなと思うんです。なんつったと思います、その人。ね、ナマコのね、やつをパクって食べたの。だ、言ったのが、すごいドブ飲んでるみたいって言ったのよ。え、これは良くないって言って。で、その横でいた、ユージかな、ユージがフォローでね、するかどうか、あっとユージも動いたから、さすが、やっぱバラエティ慣れしてるね、ユージ。ね。で、行くなと思ったら、バッて立って、ユージが言うから、何言うんだろうと思ったら、うまい例えって言うと褒めやって、重ねちゃってんのよ、二人郷土料理。ね。そういう事件もあったからかな、もしくは俺がどういうのが勃起だという扱いをしたからどっちかだなって思いながらね、思い悩んでたわけね。じゃあ俺はね、いつもの毎年のそれってどういうねっても言えなくなるのか、悲しいな悲しいなと思いながら、しかしどうしても石川県金沢、私の第三の故郷には絶対に帰りたい年末はということで、じゃあと僕のライブをプロデュース代替してくれてる片山翔造というですね、スラッシュパイルのね、片山さんがなんとか金沢で箱を抑えられました。ただ急なんだけど、急に動いたから、箱も大きいとこしか無理だっつって。で、文教会館って大きいところ。だから、告知も短いし、埋まるかどうかわかんない。っていう流れで、不安ながらもやってたわけよ。ね。で、そしたらライブも大盛況で嬉しかった。だけど、実はそのライブにね、行く前にいろいろ起きてまして。っていうのは、ライブにね、行くためにね、ホテル朝出るわけですよね。ホテル朝出て。で、金沢駅ですよ。金沢駅かっこいいんだよ。でかくて。まあ、もうじき新幹線も通るからね。いろいろ整備で。で、金沢駅着いてさ。で、これやっぱね、ちょっと結構感傷的になるんだよ。なぜかっていうと、どいね寿司ね、オープニング金沢駅でやること多かったの。ね。で、金沢駅前でね、こう、パーっと見回すわけ。で、そうするとさ、広い、ちょっと広いところがあって、そこなんか見ると自分でやっぱ1年前でも覚えてるもんで、あそこで、去年ね、オープニングやったなーなんつって。そう、ね。俺と、ま、ゲストのね、人と、あと、お手伝いのね、可愛らしいモデルちゃんの人がいてね。で、横に、百万ちゃんっていうね、石川家のね、ゆるキャラですよ。百万ちゃんと一緒に行ってね。で、オープニングと、ファーっとね、石川家いいね、なんて話した時に、俺がそれって、どいねーっつって、やってたなーなんて、パッと見てただけ。したら、ちょっとその目線横ずらしたところぐらいに、こう、人だかりがあってね。俺の方が人だかりあるな。ちょっと近づいててみたら、まだ時間もあったし。ライブのね、とこまで。パーって見たら、ロケやってんのよ。ね。すごいよ。渡辺正行さん、リーダー。と、あと女優さん。あともう一人アイドルの人がいて、その横に、ね、懐かしい百万ちゃんがいたの。
ね、私と一緒に去年は俺とオープニングしたのに、もう今年は違う男がいいなんて思ったから。で、何のロケかななんてこう見てたわけですよ。ね。そしたらですよ。リーダーから驚きのコメント出たんですよ。それが、それってだったんですよね。するとスタッフが、どいねって言ったんですよ。これ、どいですし終わってないね。どうやら、俺だけシンプルにクビになってんじゃねえかって。で、パッとスタッフ見たら、いたのよ、みんなが。いや、わかんないけどね。どいねは向こうの言葉だから。どいね寿司なのかどうかわかんないけど、シンプルに俺首切られたのかなって。へこんだね。水曜ジャック、山里亮太の不毛な議論。さあ、メール来てますよ。ラジオネームコロラド。死神山ちゃん、こんばんは。こんばんは。相方のしずちゃんがチャンピオンになりましたが、これは山里さんが本気で応援してないという証拠ですか？いえ、ちょっと待ちなさい。最近ね、日本チャンピオンになりましたよ。ね？うちの相方しずちゃん。いや、本気で応援してないとかじゃないです。試合があるのを知らなかったから応援する間もなかったということで、応援してないでもチャンピオンになりますね。で、逆に、めちゃくちゃ頑張ってね、なんて熱いメッセージ送った世界選手権は1回戦でエジプト人にボコボコされてますから。うん。やっぱり死神よね。きついよね。うん。ということで、そんなデスラジオに今からですね、生贄が2人やってくるということでまして、この後、ゲストの手島優ちゃんと小野乃々佳ちゃんの登場でございます。覚悟しといてね。水曜ジャンク、ジャンク。水曜ジャンク、水曜ジャンク、水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。さあ皆様お待たせいたしました。今回のスペシャルゲストでございます。さあ自己紹介をどうぞお願いします。どうも、愛がいっぱい、アイカップ、手島優です。よろしくお願いします。おかしいな。何その投げやりな感じは。いや、全然、超やる気満々です。いや、やる気満々。戦闘体制ではありますよ。何と戦おうとしてんの、一体。リスナーでしょ。え？リスナーの人。スクラム組んでいこうって話じゃん、今日は。ねえ。絶対、もうなんで呼んだんだよ、マジで。手島さん。何すか？よくないよ。何がその新人のね、はい、今、イケイケのね、小野ちゃんを紹介する時間をそうやって奪うのよくないよ。あ、ごめんごめん。ごめんって喫茶店で喋ってたかもしれないからさあ、そしてもう一方。はい、こんにちは、小野乃々佳です。よろしくお願いします。どうしたの、小野ちゃん。テンション、どうしたの、二人ともテンション低いの。低いよね。うん、そうですよ、もう怖くて怖くて。何が怖いの、まあ、毎週結構傷ついてるんで。そうだよ。え、傷ついてる。水曜の深夜は恐怖だよね。恐怖です。ツイッターで、本当にツイッターでいろいろ言われまくってるんです。いや、本当怖いのよね。 SNS ってな、それなんていうの、うん、ちゃんとした情報と違う情報ってのはもう入り混じってるからね。はい。どんな情報が届いてるかだけ聞かせてもらっていいよ。いや、玉金なんですか。で、言っていいの、玉金って言っていいの、生放送大丈夫の。言っていいのって言いながら言っちゃってる。あ、そか、うん、すごいスタートで二人の口からもうそれが出ちゃったから。だってもうそれしかね、うん、だって女なんてまだこれ今フレッシュなのに、うん、もう玉金って早くない？いや、ほんとそうですよ。私だって番組とか出てて、ね、で時々エゴサーチするんですけど、おのののかって調べると、やべえ、おのののか玉金にしか見えねえっていうツイートが山のように来るんですよ。ちょっと本当に、本当に良くない。スタッフさんが外から、うちのタレントが金玉扱いしないかって。いや、聞ける。これは本当にすいません。ごめんなさい。我々もそう思ってまして、今日はですね、リスナーともども反省を、意味を込めて、二人をね、もうやっぱ二人って俺は素晴らしいと思うんです。その素晴らしさみんな届けたい。どうにかして100点で今日帰ってほしい。100点にするのも怖い。いや、そんなことはリスナーのみんな今日全力で頑張ってるよ。本当ですか？なんかもう今でさえもツイッターやばかったもんな。うん、もうなんか来てた？いや、何つぶやいても65点しか言ってくれない。いや、でも手島さん、
手島さん65点でね、はい、不満って何様ですかねえ、それのせいなんだけど。どういうこと？手島さんのくせに65点。ねえ、もう、くせにって、まずくせにがムカつく。それはそう、そういう言葉遣い良くないね。うん。うん、くせにって、あっさって生きてんだよ。親も聞いてんだよ、このラジオ。あ、そうですか？そうですよ。あ、手島のくせに親か。山里すいません。だよ、深夜に呼び出しやがって。すいません、ごめんなさい。久しぶりですから、深夜にお会いするの。だからね、だからちょっと、お二人のために、はい、まあ、一体いつもどんな感じでやってるかと。はい。いうことでございまして、はい、今回ね、初めて聞いてくれる方もいると思うんですよ。お二人のファンでね。そうよ。だから、お二人のファンで今日初めて聞こうっていう人たちは今、そう。やばい、それすごい嫌だ、それやばいよ、それが嫌だ、本当に。それ調べたら、だって、温度たまに。もう、違う、本当に嫌なんです。それが嫌で。確かにね、たまきんっぽいもんね。いや、たまきんっぽいとか言わない。なんで、ね、なんでそういうこと言うんですか、本当に。やめて。ねえ、行く直前の。先輩先輩、何よ、ギュッとした玉切りみたいな顔してるもん。手島さん、何、僕驚いてるのが、僕もまだそこまで言ったことないんですよ。あ、そうなんですか。リスナーも、うん、行く前のギュッとした玉切りやめなさい。あのね、マネージャーさんが苦笑いでしたそうですよ、うん、本当ですよ、違う、そう、だからこれすごいね、手島さんのところ、なんて言うんだろう、あの、小野ちゃんの足をドラゴンスクリューバーでブロインとやってる感じ、怖い怖い、本当怖い。いや、勢いがすごいんだよ。いやいや、今日もなんかね、うん、服装なんかも今日ラジオの方々ね、見ていただきたい、これ写真なんかあんのかな、もう、そうの結構、おのんちゃん、こう、清楚な感じの、なんか、はい、ね、キャンパスにいそうな感じですけどね。そうですかね。うん。手島さん、はい、キャバクラの街。ね、サンタクロースを意識したの、私今日。サンタっぽい、この真っピンク。ピンクの。のシャンデリアのキラキラ、ね、なんかそのなんて言うんですか、ビーズかなんかついてるんですね。そうそう、ビジュー、うん、ビジューつけてね、父をもみなさいちょっと横に行っちゃったから、横に行っちゃった、移動するタイプよね。そう、位置がちょっともうその G にも逆らい始めてそうそうそう、さあね、だから今回、ね、どんな感じか、ね、ちょっとね、はい、教えます、あ、お願いします。コーナーちょっと付き合ってもらっていいですか、はい、はい、じゃあもうコーナー行きますよね、はい、行きましょう、ね、このコーナー、ハッシュタグ65点の女お二人ともほら、ツイッターとかやってるから、ハッシュタグってわかるじゃない。あ、はい、ね、うん。ハッシュタグなんとかって言うと、そのなんとかにちなんだものを書いてるて、うんうん。で、だいたい65点ぐらいの女っていうのがこういうことしそうだなって書いてあるってコーナーだったのよ。いや、もともとそうだったのよ。うん、ああ、そうなんです。俺もう、信じらんないよ、急に。手島さんや、小野さんがね、あんなことになるなんて。こっちもびっくりだよね。びっくりです。これ本当驚いてます。自分では。まだ今、自分が今、現実なのか夢なのか分かんない。目の前になんか、いや、このコーナーやるってなった瞬間に、うん、なんかこう、目の前にスターが来てるみたいな。いやね。そう、本当に。だから分かんないから、なんかもう最初、怒りの矛先を山里さんにしか向けることができなくて、ずっと山里さん、ね、嫌な人だなと思ってたんですよ。確かに始まりも分かんないし。そうね。だって、ピカッチっていうね、番組あるんですよ。うん、そうそう、まあ、ね、あの、NHK のね、うん、すごい、はい、子供のした番組で、はい、久しぶりに小野ちゃんに会った時の第一声がそれだったから、うん、私のこと玉だって言ってましたけど、ちょっとプリッとしながらね、出会いがあったけどもね、はい。だからそれを今日、もう今日で最後ですよ。そんなことも。うん、あ、やっぱり、手島優もほののかも、うん、いい女なら100点だなって、うん、今日習って、二度と言わせませんから。もうそれは本当にお願いしますよ。そう、本当に。そう、で、俺は本当にいろんな人に聞いてほしい、今日は。バラエティのね、方々とか。うん、もうやっぱね、すごいんだ、ということ。まあまあ、一回こうなる。ね、で、これ、元のやつですよ、ね。元のやついきますよ。はい、こちらね、ラジオネームエリンギ。ハッシュタグ65点の女。一人でもカラオケや焼肉に行けることを過剰にアピールしてくる女。うん、いいでしょ、こういう人。なんか、ちょっとさ、うん、今、ちょっと綺麗かもしれないけど、はい、私ってなんかちょっと人と違うんですよ、アピールが。すごい感じ。やべ、それ私、この間つぶやいたばっかだな。ちょっと、いや、これね、一般の人でこれ60ですけど、手島ごときがそれ言っちゃうと。ねえ、なんなの？マイナ出ますよ。なんで？マイナ出ないですよ、マイナ5です。なんで60点になったの？いや、これもなくなりますよ。嘘でしょ？だって、ね、普通の綺麗ないい女がこれをやったら、ね、うん、90の人がね、65に下がっちゃう。うん、ね、うん、これもう、25歳。すごいことで。普通に綺麗な女よりは綺麗でしょ？ってことは、いや、手島さんは、現時点リスナーの中でですよ。ええ、
20点ぐらいなんですよ。嘘でしょ。え、嘘でしょ。ですから、よく芸能人できてんな、私。いや、そういうか、そこ奇跡なんです。それはもう、もう外にいる事務所の方々にね、感謝してください。ありがとうございます、プラチナプラチナ。あの人相当頑張ってます、うん。そうですよね。見たことありますよ、何件かこう土下座してる。あ、嘘でしょ。マジ、私そんな、あれ。土下座外交でやってますから。嘘でしょ。サンキュー。おのちゃんが可愛いよ。だとしたら、こういうのとかね。はい。ああ、そういう、まあ、でも多そうだけどね、こういう一人だよ、そう。多いけど、今の。これ過剰に言っちゃダメだね。あ、本当に一人でどこでも行けちゃうから。あ、潜めてることがいいってこと。そうそうそう。そう。で、人から言われて、あ、ちょっとね、一人の方が気づかなくていいんだよね、ぐらいは。そっかそっか。あんまそういうの行ったりしない一人で。手島さん行くわけでしょ、そういうの。私、この間一人カラオケ行ったって、すごい、ブログにもツイッターにも書いちゃった。うわ、市長言ってる。過剰だね。プロデューサーさんとかにも言いましたもん、私。あ、なるほど。仕事に何か繋がんないかって。そう。あ、そうそうそう。私も仕事にそれで繋がりましたね。言っちゃうのね、言っちゃいました。嘘、私、オファー来なかった。手島さんがね、一人カラオケしてるって言ってるから、ちょっと確認してたんじゃない、うん、今一人カラオケ行く、なんかイケイケの女子いるかな手島、あ、じゃあ手島の後輩でいますよ、俺は。なんでフレッシュな方行ったのよ。そりゃそうよ、ね。なんでよ。フレッシュな方行きたいんじゃないやっぱ。はい。で、ね、こんな感じなのよ、本当は。うん、で、行きますよ。はい。続いてはこれですね。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。うん、ハッシュタグ65点の女。手島優だが、差し入れするのにちょうどいいお店を教えてくれる。どういうこと？いいじゃん！これ普通なら100点だよ。いや、素敵な女性。うん。なんで私65点なの？いや、だから恐ろしいよね。こんだけいいことしてもまだ65までしかいかない。20点だから？45、プラ45ですね、差し入れ。差し入れ、どういうこと？私そんな。なんか知ってる？いい店知ってる？いい店。差し入れに。知らなかったら20のままで次行きますよ。知ってる知ってる、プリン、プリン、プリン。プリンどこの？なめらかプリン。なめらかプリン。あ、そう、コンビニのやつですね。うん。20です。20コンビニ美味しいじゃん。コンビニも美味しいけどね。うちのせんべいでいいじゃんじゃん。あ、え、実家さん、おせんべい屋さんなんだよね。はい。ああ、なるほど。栃木県のせんべい屋でいいじゃないですか。ああ、そうなの。そのさ、うん、親御さんはさ、はい、どういう気持ちで今せんべい焼いてんだろうね。え、もうファイトーって言ってましたよ。さっき。そう、うん。あ、今日出るって言ったら。そう、お母さんが、ファイト聞いてるからね、頑張ってね、って言ってました。ちょっとね、手島さんのせんべい屋さん、なんていう名前ですか？手焼きせんべい八幡屋です。手焼きせんべい八幡屋のせんべい明日買う方、ちょっと涙でしょっぱくなってる。さらに、さあ、手島さん、もう一個来てますよ。なんだよね、もういいよ。ラジオネーム、イオリフリーダム。手島優なのに、配信停止したのに、何度も送られてくる迷惑メールを確実に配信停止にしてくれる。いいじゃんよ、だからそれ。これできたら嬉しいよね。嬉しいでしょ？え、この方法知ってる？知らない。20ですね。何なの？現状維持です。何なの？じゃあ行きましょうか。ラジオネーム。ごま油の貴公子。あ、来ましたよ。ハッシュタグ。僕の、おのののかあるある。え？私？あるある？常に。肩布かがパンツからはみ出している。何肩布かって。玉金で玉金。手島さん、オブラート剥がさないで。え、後輩をね、落としめたけど、オブラート剥がさないで。ね、ほら、あのね、すごい今分かった。手島さんの話をした時はね、外でマネージャーさん二人笑ってくれるんだよ。うん、小野さんの時だけね、ちょっと笑ってない。嘘でしょ、うん、あ、まだこれからだそう、うちの小野を落とすなよ、手島って顔してる。うせえな。私みたいなのがいるから、なんかフレッシュが輝くんだからな。さすが。刺身のつま歴が長いからね。そうだよ。うん。バカ野郎。ねえ。マグロはね、マグロは。食うんじゃねえよ。口が悪いですよ。食うんじゃねえよ。酒持ってこない。酒持ってください。濃いめの酒を。ああ。いきますよ、次、うん。ラジオネーム。ベネットは静かに暮らしたい。ハッシュタグ。27時間テレビで実際に起こった事件。酔っ払った全裸の鶴瓶師匠が突然立ち上がり、うんうんうん、その瞬間、鶴瓶師匠のおのののかが映り込んでしまった。待って、私鶴瓶師匠についてないんですけど。出たついてないし、やんだやんだ、なんで何年前かなやった。なんであの時、もう、おのちゃん、ビールの売り子する前にひょっとしたらテレビで言う。してないしてないです。見たよ。見た？じゃあ見たよ、私。あれ、おのちゃん見た？はい。あの時、おのちゃん。なんで、なんで？結構、ニュースにもなるぐらい、ね。誰が考えたの、そんなこと。怖いね、本当に。でも考えたんじゃない？そうなんだもん。いや、手島さん。手島さん。
なぜ、援護射撃しちゃうの本当、本当。手島さん今日一緒に戦おうって言ってたのね、さっきこれ怖いでしょ怖い、ね。もうマラソンでゴール前で全力疾走だね。仕事入ると怖い。ねえ。そうだね。ラジオネーム一度でいいから。ハッシュタグ65点の女。うん、手島優なのに、臭くないって。ねえ嗅ぐか、じゃあ。いや、確かにね、うん、今日ね、二人が入ってきて、すごいいい匂いしたんです、うん。なんか塗ってきた？ジャムかなんか。ジャム甘い匂い。お風呂入ってきました。うん、あら、何今日気合入ってんの？うん。お風呂入った後も結構メイクガッチリしてらっしゃいます、ね。しますよ、一応、なんか写真撮るとか言うし。だって、すっぴんだったら、誰ってなるでしょ。いや、そんなことないでしょ。もっちゃん結構ナチュラルな感じじゃない？今日メイク。そうですか。いつもナチュラルですけど。ねえ。手島さんは。手島さんはね、うん、工事をして結構、ぺったり塗ってこられてますけども。ぺったり塗っちゃ悪いの？いや、いいんです、全然。いや、嬉しいなと思って。32歳ですもん。それは塗りますよ。32本当？いや、32が本当。今本当なの。急に増えましたよね、これ。増やしましたよ、それは。TBS さんでそれ、それこそ。そうね。え？人とちょっと違う年の取り方しますね。犬的な。人間で言うとバージョンあります？って今さ。ある、私、だから、その、あるんじゃないですか？ 65 点ぐらいだったら。あ、65点の人はそういうことやっちゃう。手島さん。20ですからね。あ、そっか。こういうのがですね、こういうのが、今まで来ててね、お二人にご迷惑、ちょっと、おのちゃん。はい。泣いてる？泣いてない。ちょっとうちの女泣かさないでくださいよ。いや、こうやって、今俺本当に辛い。いや、だから、もうそんな悲しい顔はさせません。うん、手島さん。いや、そうですよね、これを。これが今までね、迷惑かけたね、65点のコーナーですよ。うん、しかし今日は違う。二人を100点にしようと。うん、いうことで、しかもさ、言ったらよ、うん、その100点にするための条件が来てて、うん、それをもし二人がやってたら、はい、あ、もともと100点だったんだなって、いうことですから。あ、そっか。そうよ。あ、そっか。そう。だから、二人のね、やったーセクシーズに、まだそれできるかどうかわかんないじゃん、20点、20点じゃない。おい、なんで名前言ってよ。ごめんなさい、かわいさ。ね、うん。出していきましょう、今日は。出しちゃう。そういうふうにしましょう。はい。ね。世の中の女子、あ、じゃ男子中高生も聞いてますから。そうですよね。ね、楽しみにしてると思うんですよ。今日はもう玉金は出てこないっていうこと。もう出させません。もう今のが、はい、すいません、今の小野さんのがラスト、もうマネージャーさんもね、本当に聞いてください。今のがラスト玉金です。もう本当に玉っていう言葉に本当敏感になってて、なんかそのさっきラジオって話したと、さっきね、ロロカで歩いてたら目に入ってきたあの玉結びっていうラジオがあるらしくて、なんかもうそれすらなんかちょっと、なんか、心に来るっていうか、そう。ぜひちょっとゲストの方に、あ、玉結びのパーソナリティは赤江玉夫っていう方がお迎えしますから。本当ですか？いいじゃん、玉同士。玉同士じゃないです。金曜日はしかもね、金曜日は玉袋辻太郎さんがやってますから、それで逆に包まれちゃうみたいなね。ね、すいません。コンビでいいんじゃない？すいません。よかった。キャラはね、また来年。よくないよ。何を？今よくないよ。なんで？チャンスだと思って、ね、うんうん、若手をそうやって潰すのは良くないよ。ね、今、山ちゃんも一緒になって言ってたでしょ。私は違います。私は援護射撃を打とうと思ったら、たまたまおもちゃに当たっちゃった。多分今のたまたまも嫌でしょ。そう、ほんとたま、もうね、ね、たまって、たまやめましょう、今日も。今日も、9にする何 ?9もダメ。どうしよう。それはもう禁止だ、今日もね。そうですよね。今の最後。温度が落ち込んじゃうから。そう、嫌だ。100点慣れなくなっちゃうから。そうだよ。うん、ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめん、ね、ごめんね。なんか。うん。ごめんね、ごめんね。すいません。もうこれ最後はご安心ください。本当ですよ。さあ、ということで。はい、こっからです。こっから100点にしていくということなんですよ。じゃあ。参りますか。うん、さあ、ね、行きましょう。今回こちらの企画でございます。手島優と小野萌歌を100点にしようスペシャル、わーい。してると思うよ、でも私100点のこと。あ、そう。じゃあ今日リスナーの方がこれぐらいしたら100点だよってことはやってる、はい、やってると思います。俺もあのね、小野ちゃんはまだもうみんながね、もう可愛い可愛いと、うんうん、ね、もう完璧だと、シンデレラストーリー歩いてる途中だって思ってるから、うん、ね、うん、皆さんいいですか、手島さん結構誤解されてるよね。いや、私誤解されてると思います、本当にね。みんなから手島さん現地でどういう風に見られてると思ってる？え、私はまず、まあ、夜飲み歩いてて、そう、それはそのままじゃない、うん、違う、歩いてない、歩いてないの、歩いてない の, な、歩いてない、な、何してるの、家で、家で飲んでんの、うん、一緒だね。あ、そう、とりあえず派手だし、うん、もうゲスで、うん、下品で、うん、常識知らなくて、うん、とかもう私本当箱入り娘なんですけど、え、いや本当に
マジで。あ、だってね、おせんべい屋さんの娘さんですもんね。そうですよ、生徒会員とか入ってる。そうでしょ。そうなの。東京デビューですもん。茶髪にしたのも東京出てきて弾けちゃって、すごい素朴ないい姉ちゃんだったんです。それがこうなっちゃったんだ。そう、だからね、変なね、確かにケバさはあるんですよ、うん、まだ弾け途中だから。なるほど。そう、だからいろんな誤解は生んでると思います。なるほど。じゃあそれも晴らしていきましょう。そう、大丈夫。おーちゃん別に今世間の人たちにこうね、うん、なんかもうまあここのせいかもしれないけどね、はい、ちょっとそれは思われるようになったけども。そうですね、今も毎日忙しいでしょ。いやいやいや、でももう ここだけのその曇りがね消えれば私の悩みは今もう全部解決するので。私がその癌だったんだ、はい、本当に悔しいです。俺が好きなおのちゃんをそんな苦しめたなんて俺がなんだ。私なんでまたひいきしたの。ひいきがさ、それは手島さんするでしょ。なんでよ、変わんないよ見て今日のブースだって。何、おのちゃんのポスターだけ貼ったの。ほんとだよ。俺のはよ。手島さんはね、あったべよ。探したんですって。あった、探せし、探したんですけどないんですって。いや、私の方が歴長いのか、なんか探してるすげえ昔なのがあんだよ。 TBS 内にはなくて、なんか神保町の古本屋で20円であるかもって言われた。買ってこいよ。じゃあ閉まってたのよ。なんでだよ、昼間から探してこいや。昼間からそこまで熱意がねなかったんだって。でもご安心ね、はい、今回はね、リスナーのみんなでこうタッグを組んでですね、はい、2人にいい気分になって帰ってもらうと、ね、うん、でそういう先週からどうしたら、ね、うん、手島様と、ね、小野様を100点の女にできるのか、はい、メール募集してんだけど、うん、すごい来た。何つ来たの合計1000以上来てる。1週間で。そうよ。わあ、ありがとうございます、ね、もうね、この1週間リスナーもね2人のことしか考えてなかった。え、やだやばめ。それはありがたいでしょ、ね、だからもうまっすぐな100点になってもらおうと思ってますから、うん、そうなの。そうよ。なんで勘違いしてた。いや、これ終わりにはもう2人ほんと100点の女になってるから。おう、嬉しい、うん、じゃあそれを期待して、ね、はい、行きましょう、はい、さあ、あ、メールも募集しとかなきゃね、うん、まあ、せっかくで素敵なグラビアアイドルのお二人が来てるんで、はい、メールテーマこれにしますよ。こちら、手島優さんと小野ののかさんへの質問。シンプルで、シンプル。普通普通でいいですよ。その普通な質問に答える、はい、その答えで、あ、そうだったんだとか、あ、気づくわけですよ。はは、普通に答えていいんですよ。手島さんとかいつもね、肩に力入っちゃって、はい、今日バラエティ行くから爪痕残さなきゃとか、うん、ね、それちょっと考えてない。悩んでるでしょ。悩む。いいんです。今日は等身大の手島優をみんなに聞いてもらって、うん、ね、あ、俺手島優やっぱ好きかも。それでいいんです。いいんですか。そう、そっか、それでいいんです。無理はしなくていい。おのちゃんもさ、はい、おのちゃんも必ずね、あの手島一派はほらやっぱちゃんとこうバラエティでなんかちゃんと残そうって、うん、みんな一生懸命なってるから、うん、だって女なんて悩みすぎてさ、携帯壊れてますからね。悩みすぎて壊れるってどういうこと。こ、悩みすぎたんだよね、だからね。そうです。でもラジオ直前に携帯の画面つかなくなって、めっちゃラジオ始まった瞬間だよね。本当に瞬間です。ラジオ、ごめんごめん、俺死神なのよ。なんだろう、こっち歯茎から血出るしさ。うん、そうなの。絶対壊れるし。すごくない。え、マジで。あ、そうだよね。本当にマジなんです。明日携帯屋さん行かなきゃっつって、うん、あ、携帯屋さんに聞いてみて。死神が壊したのは、あの、保証の範囲内かとか、聞いといて。危ないね。さあ、メールはですね、手島優さんと小野のかさんへの質問でございます。はい、ファックス東京0355629570、うん、メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp までお待ちしております。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。ラジオネーム焼け石にオリーブオイル、ハッシュタグ65点の女。手島優太がお弁当に海苔で頑張っての文字を作ってくれる。あの、焼け石にオリーブオイルは手島優をだいぶ引っ張る。あのね、実際あったらなかなか綺麗な女よ。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論、手島優と小野ののかを100点にしようスペシャル。さっき言うけどバカだと思うんだよ。ラジオネームごま油の貴公子、ハッシュタグ僕の玉金。角度によってはおのののかに見える。
まあ、行っちゃってんじゃん、もう。もうさ、行っちゃってんじゃん。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論、手島優と小野桃香を100点にしようスペシャル。ちょっと、あの、小野ちゃんがですね、ペンがパーッと走ってですね、何を目をとるのかなと思ったら、ごま油の気候してるね。そう。このごま油の気候して、この、ところから始めた。これ第1回目。角度によっては。うん。うん、見えたことないけど、ね。だから何かで思ったんでしょうね。あれ小野桃香いるみたいなことですよね。うちに来てんのって、ね、そうそう。手島さん。手島さんが今の広げる、ね、そして、ちょっと、こんなこと、小野ちゃんの、この流れで言っていいかわかんないですけども、はい、メール来てましたね、はい。ラジオネーム、理系文系、上西系、うん、山里さん、ツイッターで、玉金がトレンドに入りました。マジで？やったじゃん。わかんない。わかんない。他のメディアかもしれない。いや、玉金のこと話してんの、ここしかないと思う。わかんないよ。わかんないよ。ね、どっかね、あるかもしんないもんね。うん、そういう、誰かやってんの。やってんじゃないですか？裏とかでやったのか。やってんの？そういうあだの子、が卒業するとかなんか発表されてた。うわぁ、マジか。いやいや、それぐらい。ねえ、うん。いや、でも、じゃないっていうこと今からしてきますから。どう？こっから100点になりますから。おんの大丈夫？え、本当にこれ大事だから、本当に。いや、ね、本当に嫌だ。おののののかイコール玉金っていうのが、本当に嫌だ。おのちゃん、おのちゃん、はっきりと僕は振り直してダメよ。みんな、えってなるから。違うんだ。なんかもう言わない。そう、もうやる。もう言わない。今ラストね。やばい。ラストね。さあ、来てます。ということで、コーナー参りましょうか。はい、もうリスナーさん、はい。送ってくれてますから、行きましょう。ハッシュタグ、100点の手島優&おのののか。ハッシュタグ65点の女ではね、まあ低く見積もられてたり、うん、ね、うん。まあ、その、ダマ的なね、感じで扱いをしてしまってるお二人ですけども、100点にするにはどうしたらいいのかと。うんうん、みんな知恵絞りました。うん、ね、来ました。じゃあ、まずは、手島優さん。あ、はい。あなたは100点にしていきましょう。お願いします。さあ、行きましょう。まずはラジオネーム、はい、ナウプレのシャリオ、うん。ハッシュタグ100点の手島優。デート当日に、今日は見たい映画があるんだと言い出した彼に、自分はもうその映画を見てしまっているのに、彼があまりに楽しみにしているので、うん、見ていないふりをして映画に付き合ってくれる手島優、うん。え、待って、そんなん普通じゃない？え、これ普通？やるやる。だ、もう自分が見てた映画でも、うん、それもう私見たんだけどって言うと思ってるよ、俺は。言わないよ。言わない。私ド M だもん。性癖で片付くから、ね、あ、そう、うん、そのもし彼氏とかね、まあそれはグラビアアイドルとか言えませんけど、もしできたとしたら、うん、結構こういう風にもう尽くしちゃう。え、尽くす。へえ、うん、今までの恋愛とかってのはまあ言えないから、恋愛とかしてないもんね、今まで。え、してますよ。恋愛ぐらい。え、ちょっと、そんな、小力さんぐらいのテンションで言われちゃってるじゃん。知ってますよ。俺知ってるってやつは相当なもんですよ、みたいな。あ、そう。彼氏はいないけど、本当に。あ、今はね。本当にいないんですけど、片思いとかは、それ、するじゃないですか、もう。そういう人とかにはもう尽くしましたよ。あ、そう。うん。へぇ。今、どこ行っちゃったか知んないけど。その人たちは。うん。どうな、これ、ド M ってことは何？どんなことをされた時一番グッとくんの？それは。ね、楽しかった。こういうことされると私嬉しいんですっていうの。罵声。あの、手島さん、本当の絵もね、時々女子が言うさ、そのなんて言うんだろう。で、ね、うん、振り回されるのが好きっていう絵もじゃない。その、手島さん、俺、思った答えじゃなかったからドキドキしちゃって。罵声って。たまんねえと思った。たまんねえ。これ好きなんだ。ブスとかね。いや、そう。でも好きな人にですよ。ね、そらさ、太ってたらそうすやで嫌だもんね。ら知らない方に言われるとやっぱり傷つきますから。嫌ですよ。うん、ただこれはしてました。あ、そう。うん、え、これどう？こんなの納得できる？あ、全然。私も結構 M の方なんで。すぐ性癖言うじゃん。本当に。あ、そう。あ、こういうふうに、もう、はい、もう今日こ行くぞ、ここ、とか、違う。尽くしたい、尽くしたいタイプです。へぇ。チューンってついてくるね。あ、そう。楽しみなんですよね。見てんのに。行く行くって言って。あ、そう。全然。余裕余裕。え、すぐ100点になれちゃうんですけど。ね、なんで？もう私今の時点で100点でしょ。でもごめんなさいね。何ですか？66かな。なんで？なんで？俺ができても手島さん66。ごめんね、ナブラシャリ。なんで？山ちゃんがそれ言っちゃダメじゃない。いや、そう簡単に100になれないから、やっぱり。
あ、そう。うん。でも、66まで来てるよ。これ山里さんが決めることなんですか？いや、俺が、リスナーのみんなの声を代表してる。あ、代表してる？え、待って、代表してるんだったら、じゃあ今までの玉金っていうのも代表してる。あれは、俺の管轄外が勝手に。意思とかね、寄生獣の右みたいなものが見つかる。勝手にやっちゃうから、強いこと。はい。行きましょう。ラジオネームプレッシャーバースト。ハッシュタグ100点の手島優。合コンで、誰からも狙われていないとわかるや、周りのサポート役や料理の取り分け役、盛り上げ役を引き受けて楽しんでもらう努力をし、なおかつ会計を全額持ち、みんなと別れるまで笑顔を絶やさない手島優。あ、待って。私近いことした。この間。本当？うん。てか合コンしたの？いや、合コンじゃないけど、好きな、私の友達の好きな男の子が来るから来てって言われて、うん。そこに知らない男の子がいて、それって、まあ合コンなの？まあまあ、なんて言うんだよ。合コンじゃないけど。ご飯会っていうか、うん、まあ。キューピッド役です。キューピッド役で行ったわけだ。でも、うん、なんか知らない人いっぱいいるから、やってた。やってた？もう狙われない。って分かったから。ああ、なるほど。もう、じゃその二人くっつけるために。うん、で、最後、お会計は？私か払った。全部？うん。ああ、だって、いなくなっちゃったんだ、みんな。ええー？帰っちゃったんだ。やば。ちょっと、そんな悲しいことある？いや、アイドルですよ。アイドルが、みんなに巻かれるの。しかも一応アイドル私だけですよ。みんな本当一般の方で。え？どうとか、なんだろうね、勘違いしてんのかな。ちょっと待ってください。ね、ということはこれじゃ100じゃないってことですよ。そうっすね。逃げられるってことは。ダメなんのかな、うん、ダメ。これはでも無理ですね、だから、うん。あ、でも合コンじゃないからね。合コンやってみて、それやったらいいってことですよね。合コンとかはさすがに行けないでしょ、アイドルだから。行かないよね。興味ない合コンなんて、そんな危ない。危ないよ。そりゃそうね。危ない危ない。ダメだよ。いや、どんな人と、もしね、いつかね、うん、もう、どんな時代か、合コン解禁っていうね、うん、時代が来たら、どんな人と合コンしてみたいとかあったりする、うん、とにかく穏やかな人がいい。何があったんだ、言ってみたい。穏やか。穏やかな人？仏様みたいな人がいる。おー、いるよ。います？うん。アンガールズ田中さんっていう僕の親友が。あー、うん、仏っていうかね、シルエット的に即身仏みたいな。そうっすね、うん。よかったら、うん。もうちょいなんかある、うん、理想の人。理想の人、なんだろうな、あんまでもイケイケじゃない人が好きなんですよね。いるよ、うん、アンガール田中さん。田中さん、うん、俺引き出しは田中さんしかいない、うちの牧場、まあ、まだありますか？あります、大丈夫です、うん、すごい量気です。あ、そうか、ラジオネーム一度でいいから、うん、ハッシュタグ100点の手島優。黒髪で着物を着て、うん、3坪程度の小さいカウンターだけの店で疲れ切ったサラリーマンの取り留めもない愚痴を聞いてくれる小料理屋を営んでいる手島優。ああ、相当好条件です、これ。将来やろうかな、じゃあそれ。あ、小料理屋さん？うん。俺、私栄養士の免許持ってるし。え、そうなの？そうですよ。え、今更？知らない知らない。知ってた？なんかこの前知りました。びっくりしました。うん、栄養士、じゃ料理とか作ったりすんの？料理しか作んないですよ。今日も私自炊してきましたからね。何作ったの？今日キムチ鍋。うえ、一人で？一人で。でもそのキムチ鍋食べてさっきから喉乾いたって言われたから、すごい塩分なんだと思う。キムチ作っちゃってんだ。で、減塩味噌使ったよ、ちゃんと。違うのよ、多分。一人で鍋作ってるでしょ、うん、涙が入っちゃってる。そうだね、ちょっと鍋だ。すげえ食辛いと思う。へぇ、でももう、お料理得意なん？得意料理は？金目鯛の煮付け。うわうわ、いい女アピールしてるわ、それ。本当に、本当に、本当に。本当、うん、おのちゃんはなんか得意料理ある？私、のどくろの煮付けが得意です。ちょっと待って、いや、しかも、その前作った金目鯛よりも、ちょっと高めに、ね、くっなんだよ。煮付けはいい、煮付け女子はいいよね。煮付けたいよね。煮付けたい。煮付けたいんですけど。なるほど。なるほどね。これ、いいよ。何すか？ラジオネームかおりん。ハッシュタグ100点の手島優ちゃん。うん、ゆうちゃんは、唇だけ見ると、石原さとみちゃんにも負けないほど色っぽい、ぽってり唇をしているので、グロスを抑え、ヌード系ではなく、マットなローズ系かレッド系の口紅を使うと、少し溢れ出るエロさが抑えられ、大人可愛い風になるのではないでしょうかって。ほら、ガチで。ガチだ！女子でしょ？うん、ありがとうございます。え、ね、グロスすげえ塗っちゃったけど、今日も。すげえ、天ぷら食ったんだよ。天ぷらをさ、手でパンって口にやったみたいな。唇じゃない。マット系ね。そういうのがいいって、カオリンが言ってる普通のアドバイスですよ。ありがとうございます、カオリンさん、ね。でもあれですよね。60かな。でもさ、唇だけってことはさ、手島優じゃなくね？
いや、そんなことないだって唇。いや、逆に鼻から下が綺麗ってセンスなんだよ、すごい。ね、マスク隠すとめっちゃみんな可愛くなるのは、うん、そういうことなんだから。鼻から下が美人って言われる人は本物の美人になるよ。だって目隠してたらあれと一緒じゃん。どれですか？やめてよ、今俺目の前でやってるけども、完全に、俺この子にしようかなって一緒に言う。オプションのやつ。ないオプションなの。この子 NG ないのつって。違う、それなんか持ち歩いたりとかしてないそれ。何をですか？ね、写真撮るやつとか。写真撮るやつ、ね俺が思った倍のスピードで来るの、ウェの方向に。まだあるんですよ。なるほど。はい。これ、小野ちゃん、私それやってるとかあるのあったら言ってくれる？あ、はい。そしたらもう120点ぐらいになれる、うん。ラジオネーム、ひょろなか亭猫背。ハッシュタグ、100点の手島優。手島優だけど、牛骨スープのアクをひたすら取り続け、これ以上ないほどの透き通ったスープに仕上げる。これ難しい。なんなんそれ。アク出るからね、すっごい。もう寝ずに何時間もってことでしょ、うん、そうね、寸胴でね。うん。給食のおばさんを、体験で行った時と同じだ。あ、そんなことやったの？やりました、いや、だから意外と100点に近づいてんのよ。惜しい！惜しいのよ。もうこれも分かりました。70点あげましょう。うわ、マジで？はい。これできたら。あ、やったらね。やったらですよ。どこにあの牛骨、どこに行けばやってらっしゃくるんだろう。市場じゃない？市場。どこの市場？どっか市場じゃない？でっかい市場じゃない？こういうね、下ごしらえとかする女子にあるのか。日本、海外にはない、別に。海外ない。いきますよ。こちら、ラジオネーム、お湯。ハッシュタグ100点の手島優。はい。手島優でも100点だが、ほら。うん。相川ゆずきが102点。カバちゃんが94点。加計美和子が710点。あ、これどうなの？じゃ、どういうこと？だから、なんで加計ちゃんが100点だけど、加計美和子ちゃんがすると7分の1ぐらいだってことじゃない？どうなの、こういうライバルみたいなんだ、やっぱ。あれ、小野ちゃんもなんか、へぇーって言ってたけど。なんだろう、私に喧嘩売ってんのか、お湯は。お湯喧嘩売ってんの？私にね、新人の名前出すなって。マジで。ピリついてんだから。手島さん、そこで忘れてるけど、うん、ね。100点、手島さんが100点という風にスタートしてますけど、うん、カバちゃん94点。そう、あんま変わんないのね。誤差なのね。うん。それこそカバちゃん最近玉取ったばっかりだから、ね。そうですよね。それこそ、だからどれこそか。これ、どう、ね。なんなの？最近の新人とかで、うん、うわ、こいつすげえとかって思う人って2人とかでいんの？これはこのグラビア参考にして見ちゃうなみたいなとか。全然。媚び売るのが上手い子は増えましたよね。誰ですか？いや、言えないけど。言えないよ、それは。後で紙に書いてね。はい。その人。わかりました。これやっぱ、俺は加計美和子さんはよく見てたからね。ああ、そうですよね。ラサースそうだそうだ。ちょ、あれ映画化されるんでしょ？そう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 。なんか昨日ぐらいに出てましたね。俺びっくりした、あれ。ね。あんな、鉄みたいな、イガグリ坊主みたいな主人公して、こっち出せっつんだよ、それだったら。そうっすよね。そう山里さんも知らなかったんだ。知らなかった、知らなかった。びっくりしたんだから聞いて。俺、そういうのがいいのよ。私、でも、じゃあもう100点だったらいい、うん、いいのになんで最後落としちゃったんだろうな。そうね、しょうがないよね。だいぶ差をつけられた。オッケー。っていうの悲しい顔してるから、どんどん行くよ。うん、ラジオでも生かしたマンボ。ハッシュタグ100点の手島優、うん。クリスマス当日。家に帰るとサンタのコスプレをした手島優が高級時計をプレゼントしてくれたのが、うん、気に入らなかったので、すぐ質屋に売りに行っても怒らない。それ元彼だろこれあったらこういうことが。あったよ。怒らなかった。こんなんあったよ。ああ、それその時100点だったんじゃないじゃん。もう12年も前の話だよ。ああ、じゃあ12年分点下がりますんで60です。なんなの？なんなの？さあ行きましょう。ラジオネームメガネ玉手箱。ハッシュタグ100点の手島優。手島優太が、ピンで仕事をするときも、他のメンバーにギャラが振り込まれるように、爆乳三国志、劉備の名前で仕事している。どういうことですか？え、まだずっと引きずる、いや、爆乳三国志っていうユニットをね、やらせてもらってるんですけど。見たことあります、私も。ゴッドタンで。それを今ずっと引きずってろってことですよね。そうですね。劉備の名前で仕事して、他誰がいるんですか、劉備の他は。え、今、誰だっけ？関羽。関羽。と、
張飛。張飛。カウント張飛がいるんですね。そう。のために頑張ってさ、劉備で。え、二人とももういないよ。やめちゃった。やめちゃった。もう劉備しかいない。いや、劉備しかいない。あら、じゃあ劉備か。じゃあもうこれはもうできません。叶わないね。そうっすね。ララバイ。ララバイです。ラジオネーム、ロイより証拠の大ライス。ハッシュタグ100点の手島優。珍獣を探しにアマゾンに行ったり、下手物料理を食べたり、体を張ることによってグラビア界に新しい風を吹かせてほしい。それがグラビア界再編のきっかけになると思う。やったわアマゾン行ってるわ、こっち。全部やってる。やってる。やってんの。ことはそれでも100点にはならない。もっとしなきゃいけないね。なんなの？逆バンジーで下手物食べようか。逆バンジーで下手物。あ、でも私もそれぐらいだったらやりますよ。今もバラエティやり始めたんで。さ、これ、小野ちゃんもやるって言ったらどうするこれもう。じゃあ、私はもうマッパでやる。ダメです。そうなると、あの、すいません、撮影のクレヨが、ね、テレビジョンからソフトオンデマンド買っちゃった。ダメ？ダメですね。だって、オンのがそれはちょっと私、それ以上なんかやんなきゃダメでしょ。いや、それはいい傾向よ、それは。どうするの？うん。あ、これじゃあラストかな。ラジオネーム一度でいいから。ハッシュタグ100点の手島優。手島優なのに、初舞台に臨む芸人が袖で緊張し、ガタガタ震えているとき、つけていたブラジャーをバッと脱ぎ捨て、もんどけと言って、初舞台に臨む芸人に緊張をほぐしてあげる。かっこいい。頭悪いんでしょ。マジで。これどうですか？これできたら100点っていう風に言ってくれる芸人いますよ。やりません。やれない。やりません。厳しいね。なんで、なんで父も産ませなきゃいけないんですか？いや、おっぱいバレーって言った綾瀬はるかちゃんやってたよ。それは映画でしょ？映画なの？映画だよ。じゃあ俺もバレーやんない。リアルにあると思ってたんですか？これいこう。ラジオネームキリンパン。ハッシュタグ100点の手島優。1万円くれたら、100万円くれる。なんでそんな穴馬みたいな感じなの？ごめんね。なんでそんなのさ、どうしたんだろう？結構ないじゃない。いや、100点になってほしいの、心から。さあ、おのちゃん。うん、はい。おのちゃんも次100点だろ。はい。一回締めると。山里亮太の不毛な議論。ラジオネームラッコフェスティバル。ハッシュタグ65点の女。手島優太がクリスマスにはケーキを食べようとしている。いや、これはさ、これはもうさ、ひどくないか。クリスマスにケーキ食べ、ボタン持ち食っとけってこと。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。手島優と小野桃香を100点にしようスペシャル。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。さあ、質問がたくさん来ております。はい、ここシンプルにね、うん、あの、まあ、質問なんか心配しないで、はい、みんなね、ちょっと CM 中もドキドキしてるみたいな、うん、そうですよ。ラジオネームガラスのハート、はい、手島さんと小野さんが思わずキュンとくる男性の仕草は何ですかって。そんなんでいいんですか？何怖い逆に怖い こういうことですか？アイドルで聞きたいんですか、こういうのは。マジか。マジで。全然そんな想定しなかったから。ビビったんじゃないの。キュンとくる、うん、よくあるじゃないね、車のバックをするとこで。まあ、ちょっと古いのかな、これはもう。ああ、めちゃくちゃ笑いすぎてちょっと涙出てきて、こうあっていう涙を拭うぐらいの笑っちゃうみたいな。ああ、それいいね。手島さん、3文字以内でお願いします。なんでよ。なんで3文字なの。時間がないから。いいじゃない。あ、じゃあもう頭ポンポン。頭ポンポン。されたなるほどね。うん、下ネタではないですね。違いますよ。よかったです。違います。ラジオネーム、コットンの侍。手島さんはおそらくそういう経験はないと思いますが、うん、今まで芸人さんなどから口説かれた経験はお二人あるんですか？となんで手島さんないと思いますかって、なんだろう。そうじゃない。ないけど。ないの？いや、本当にない。なかなか口説かれたってないですよ。なんかみんなバラエティってこう、うん、その場では盛り上がるけど、うもう、はい、お疲れ様でしたって言うと、もうみんな芸人さんバーっと楽屋帰って、そのままパッと帰っちゃうんで。いやー、そういうストイックなとこあるからね。意外となんか思ってたよりない、ね。あ、そう。もっとなんかやんちゃだと思ってた？うん。あれ、そう。なんもないなーと思って、もう。生きてます。いや、何かあるかなと思って生きちゃダメですよ。声かけられたいよ。ラジオネーム、ミミズグチグチ。小野ちゃん。はい。
今日をきっかけに、はい、手島コースに行くんですか？きつくないですか？どういうことだよ。手島コースっていうのは。来なよ。手島コースです。来なよ。いや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 。いやいやいや、でもまだ早い。まだ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 。まだ早い。まだ早いって。まあまあ、でもまあバラエティで頑張っていきたいっていうのはあるんですけど、うん、やっぱり手島さん、レベルに行っちゃうと、ちょっとこの、こう、辛くなるっていうか、また違う方向に行きづらくなるっていう、幅が狭いっていう。一番気にしてるとこ一番行っちゃいけないとこだよ、それ。確かにね。それは CM も来ない。日本もね。あ、そう。来ないですよ。手島さんで CM なんかできそうなの CM なんかないかな。ねえ、ねえ。本当だよ、私、CM やりたいってチーフに言ったらもう、無理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 って言われましたよ。冗談やめてよって。無理無理無理受けるって言われましたね。俺もそう言うと思う。なんでよ。え、あ、来ました。普通の質問ありますよ。ラジオネーム、シャニカマエタジビッコ。グラビア撮影の時に気をつけてることは何かありますか？いや、普通。普通ですよ、普通ですよ。来ますよ、そういうのも。え？たくさん寝る。あと、食べない。あ、ちゃんと、いいボディを。1ヶ月前から私は、食べないようにします。へー、ダイナマイトボディはそれで見せてるわけですな。大野ちゃんなんかある？1ヶ月、いや、多分前日はあんま食べてないですね、私もグラビアの時は。なるほど、1ヶ月ってね、やっぱ手島さんぐらいになっちゃわないと、そのちょっとね、年かな。あと下着前日つけてないですね、前日の夜ぐらいから。あら、何それは。はあ、うん、そういうセクシーなのがいいんですよ。今も中高生男子は、じゃあ撮影の前ノッパンノブラなんだみたいな、それなんか待っていいですか、手島さん。じゃあ撮影の時何もつけてない。それは違うじゃない。それはもう違う撮影行っちゃってるじゃない。あ、そっか。いやいや。デビューしちゃってるじゃない。でも妄想しますよ、いろんな。そういう、あの、男の人と、そういうなんか、エッチい妄想をして撮影に臨みますよ。ええ、そうするとなんか変わってくんの？いや、目つきが、の奥からがやっぱ変わる。へえ、どんな、誰とどんなことするとか想像するの？言える？いや、誰とっていう、その、特定の人じゃなくて、あ、そう。男性っていうカテゴリーで、こう、男の人とベッドの家、ね、上でイチャイチャするとか。先日想像してんだ、一人で。おい、おのちゃんも。するよね。あ、そう、あるあるなんだ、グラビアで。カメラを、なんか好きな人だと思って、なんか見つめるじゃないけど、なんか、もう妄想してやってます。はぁ、なるほどね。これ、ラジオネーム、ランニングスター。手島優さんと付き合うためにはどうすればいいですか？え？とりあえずメールくれませんかっていう。え、ナンパ？そういうラジオなのこれ。すごいね。だいぶ下に見られてるね。え、メアド言えばいいの？え、いや、そう、言っちゃダメよ。大問題ですから。さあ、そして、これ行きましょうか。ね、ラジオネーム、よりフリーダムセロニアスときさだ。手島優さんに質問というかお願いですと。あ、はい。濡れせんべいってセクシーに言ってもらっていいですか？やっぱせんべい屋さんの娘さんが言うのね。何言ってんの？うち、ね、濡れせんやってないよ。やってない。やってないけど。じゃあ今日だけちょっと濡れせんお願いしていいですか？え、濡れせんべいセクシーに？セクシーですよ。そうだ。あ、気になりました。お願いします。濡れせんべい。ありがとうございます。いや、今ね、ひょっとしたらリスナーみんなね、あれおかしいな、これ普通のおかきだったのに濡れおかきになってるの。出てきましたよ。ほんと？ちょっとおぬちゃんももらっていいですか、濡れせんべい。セクシーに。はい。ぬれせんべい。おのちゃんの勝ちですね。ありがとうございます。わかる。今のね、透明感がね。よかった。うん。ぬれ方がいいんですよ、なんかこう。せんべいの。やっぱ聞いたのは違うよね。やめなさいよ、それで急に思い出したよ、言うの。うわぁ、うん。あと、肘をポリポリしてるのやめなさいよ。ということで、はい、おのちゃんを100点にする前に、うん、ちょっと皆さん、このコーナーに付き合っていただきたいと思います。はい。参りましょう。子供たちを責めないでハイパーハイパーさあ、このコーナーどういうコーナーかと言いますと、もともとは子供の声で言ったら面白そうなことを子供がひたすら言うコーナーだったんですけども、そっからいつからかこのリスナーからね、山里へのダメ出し、知ったるからすごくなった。それまあダメ出しがいっぱい来るコーナーよ。おー、怖いよね。辛い。辛いでしょ。でもじゃあハート弱そうなの。俺すげえ弱い、繊細なんだから。ただ今日怖いのよ。2人が来ることを知ってるからリスナーが、うん、2人向けにもし送ってたらそういうねコーナーもあるかもしれない。いいやろ、ね、どんだけへこましたいんですか。いや、わかんない。いや、それわかんない。リスナー次第、うん、行こ う, う、はい、2人やってくるかな。さあ、それでは3代目の文章お願いします。
来ましたよ。僕、子供です。こんばんは、うん。本日のゲスト、手島。はじめまして。なんでやめすあと、たまママさんも、はじめまして。名前、ま、一文字も合ってないんですけど。僕、子供が、山ちゃんを知った激励するコーナーです。何少しの時間ですが、最後までお付き合いください。どういう育てだから。ところで、前におぎやはぎさんのラジオで知ったんだけど、うん、手島って、焼肉おごれば何でも OK なんでしょ？そうなの？意外と高くつくんだね。おい！おい！何この子？それでは、今週もリスナーの皆さんから、親の顔。たくさん投稿が来ているので、まずは、山ちゃんの叱咤激励から、始まってないの？まだ始まってない。始まってない。これ？うん。ラジオネームオリオン。あ、AKB48 の9周年記念を完全にスルーした人だ。いや違う違う、スルーしてないね。いや心の中で思ったのはもう9周年か、8年9本のテープが。ラジオネームデブバクニュー。毎週不毛な議論でドラクエのワード放り込むのに、アメトークのドラクエ芸人いなかったね。いなかった。うん、うわざん、ね、違う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 、その時に掘り込んでる。俺アウトデラックス派だから。俺は三色ショッピング見たんだけど、今年の目標がテイラー・スウィフトに告白されることだったってボケ。いや、そこやめて、いじんないで。滑ってたね。滑ってすっごい滑ったね。あんだけ広いモールなのにチーン引くな。そら聞こえるんだよ。シャニカマエさん、あれ終わった。万年補欠だったくせに、先入観でバスケしてるときにクロートぶってんじゃねえよ。しょうがないね、まあ、補欠の仕上げてないからいいじゃないか、経験者だから。ラジオネームサンパチマイク。あれ、プラチナムさんは岩佐真由子さんとキスした山ちゃんを事務所 NG にしたんじゃないんですか。プラチナムさん、え、プラチナム、そうでしょう。俺キスしたことあるんだよ。なんで、あの再現ドラマで。何してくれてるんですか、うちの先輩。いやー、あれ幸せだった、あの時。山ちゃんって、うん、ひねったツッコミが思いつかなかった時は、何？シンプルに言っていいって言いがちだよね。ちょっとやばい。なんだそれ、それは。やばいやばい。これ俺の上当てたの、ほんとだ。ラジオネーム、ダメだ。俺が開発したんだから、これ。前置き系。ネタバレしてる。なんだ？あ、寝言か。山ちゃんの。寝言。言ってないけどね、勝手に考えて言うなよ。テリー伊藤さん。何？ちょっと、何言ってんだか。やっぱすごい。わかんないです。全然そんなこと言うわけない。全然、全く思ってない。俺尊敬しかしてない。ラジオネーム、土の峰ストローネ。本当に。本当よくない。これさっき言ってたし。言ってない。言ってねえよ。さっき言ってた。言ってません。さっき俺はずっと本当に政治の話してた。イオンモール劇場の。あ、ツイッターね。俺のツイッターを言うね。宣伝の方が、ビラを配り始めた。あ、そうそう。この前ね。あかりの出番で。女子二人が、チラシを受け取り、こいつ嫌い。そうそう。あと指さしてる。その指の先に、僕の写真があった。そうそうそう。今日も頑張ろう。そうそう。本当にあったんだから。おい、山里。何ですか？女子に罵られて、興奮してやる気出してんじゃねえよ。違うよ。よくそう捉えない。違う違う違う。いや、ここでよくこの勝手にガチロリにされるんだけど、違う。山ちゃんへのダメ出しはできないね。いや、もちろんガチロリだとしたら何も怖いこと出たら。そして、ついでに手島と、ママママさんへのダメ出しも来ているので、じゃんじゃん紹介します。何言ってんですか。まずは、ママママさんへのダメ出しです。行ってみよう。おのののかです。おのののかさんですよ、この師匠。ラジオネームガラスのハート。おのののかさん、小学校から高校までずっとバスケやってたみたいだけど、はい、そうです。それで顔がボールみたいになっちゃったの？ほんとやめて子供に。まあそうなんです、まあ、丸顔ってよく言われるんですけどね。可愛らしくて丸顔って。ラジオネーム傷つくなこれ。
通に。一発目。もののかさん、うん。はい。テレビで経験人数は 3.25 人って言ってたけど、はい、0.25 は何をしたんですか？あ、これはあの、芸人さんのネタで何点25って言うと、なんか盛り上がるみたいな話に引っ掛けていただけるんですよ、ね。そうですね。そうですね。そうですね。一応確認だけど、はい、おのののかさんの愛称、ののきゃんの、キャンって、キャン玉のことじゃないよね。ちょっとマジでそれは、なんだ、自分で発信してたの、ね、もう。そうみたい。怖いね、ラジオネーム豪華な食事が消えていく。何も言えないわ。もののかさんって、本名は宮田まりやさんって言うんだね。うん、そうです。はい。ん？宮田まりや？やった、ま、り、あ？ねえ、ほんと。み、やった、ま？ちょっと、ま？つながった。とうとう正体を表したな。ね、ほんと本名までそこまで言ってくるのはないです。ラジオネームマジで何も汗かいてきた。変な汗かいてきた。タヌキのおのののか風もないのにブラブラ。マジで何これ、顔真っ赤になってる。やばい、もうどうしよう。ラジオネーム顔パオ、泣く泣くね。今日怖くなっちゃう。おのののかみたいだろ、玉金なんだぜ。タッチですよ、あの名言。タッチですって皮肉にも。ラジオネームタックルパンダ。すごいね。あ、そう今日ね。まあ来週。おのののかさん、はい。今週の土曜日、うん、はい、12月13日は23歳のバースデーだね。はい、ありがとうございます。からお祝いがあります。お、こちらです。ん？うっそー。あるわけない。マジでイラッとしてる。何なんマジで。ラジオネームロンより証拠の大乱闘。確かにちょっと眉間にしわが。あ、ニコニコしてる。寝言ですね。おのちゃんこういうこと言うだろうなっていう。おのののかの寝言。中村アン、菊池亜美、うん、小島瑠璃子、はい、活躍してる。全員風邪ひけ。まあね。まあでもまあね。まあまあまあ、いや、インフルエンザですよね。ダメですよ、そんなに。やめなさいよ、おのちゃん。いやいやいや。あ、そっか。これはね、このことになったらツイッター読まれる。ひじさんが、えのきを、そばみたいに、すすってる。さすが。おい、おの、玉金のくせに。先輩を下ネタいじりしてんじゃねえよ。知ってない。え、そういう意味だったの。下ネタじゃない。お分かりなんだけど、そういう意味じゃない。自前のダメ出しです。行ってみよう。そんなこと言われるって聞いてないし、マジで。ラジオネーム背泳ぎフェスティバル。爆乳戦隊パイレンジャーでリーダーだったのに、ダンスのスキルのせいか PV では一番後ろに追いやられてたね。ねえ、傷つくんだからやめてよ。細かいの見てよ、みんな。本当に揉めたの。揉めたね。手島優さんって、童貞に優しそうだよね。それはある。それはある。大好き、童貞。なんで？童貞を狙ってるの。手島？呼ぶしてチェンジで。おい！どういうことだよ。チェンジなしだぜ。チェンジなしよ。最後まで。ラジオネーム最後までかまって。最後までかお願いします。手島さんが R1 の1回戦突破したネタ、胸話術、見たいなぁ。そんなやった。やりましたよ。胸話術じゃなくて胸話術。突破したんだ、1回戦。今やってるの、濡らさない。ラジオネーム、エリンギ。喋ってるし、手島優さん、それで、本当の本当は、一体、おいくつなんですか？なんで？免許証見せようか、じゃあ。してないですよ。ラジオネーム好きな餃子は水餃子。32今。来年の手島優のカレンダーが出てるけど、まさか日付サバ読んでないよね。カレンダー。私が作ってるわけじゃないですよ。あ、そうなの？違いますよ。なんで自主販売なんですか？ラジオネームスケッチブック自分書いてるじゃない。違いますよ。ちゃんと作っていただいたの？寝言ですよ。寝言？これいいぞって言われる。私？手島優の寝言。
おーい、青年実業家、誰でもいい、私を抱くなら今だぞ。何聞いてたのこれ。言ってねえよ。なんで思い当たるとこない？ないです。ラジオネームカロテン大梅。警察のこと言わないやつじゃん。だですよ。山で、すっ転んだ時のあざ、薄くなってきた。今日の収録も、楽しく頑張る。ああ、言いましたね。おい、手島、はい、なんか、頑張れよ。ありがとう。しいよ。びっくりした。ストレートに。うん、リスナーの皆さん。今週もたくさんのネタありがとうございました。それではゲストのお二人、準備はいいですか？今から僕がモノマネを振りますから、全力でやってくださいね。途中でごまかしたりしたらダメですからね。それではちょっとセクシーな日本エレキテル連合のお二人にお返しします。いいじゃん、ないの。ダメよ、ダメ、ダメ。完璧じゃないですか。ちょっとすごい、すごいね、急に来て。いや、これずーっと私長いことやってましたけども、あの、軽く俺のクオリティ超えちゃったよ。ありがとうございます。さすが、ね、今、恩野がちょっと助けてくれましたね。いや、二人ともいいプレイでしたよ。本当ですか？僕らもいじらないでいきましょうか。え、なんで？あ、これね、岩佐麻衣子さん先輩だったんだ。はい、いや、そうですよ。大先輩です、私は。ね、はい。トンネルズのおかげでした。で、あの、昔その、過去の恋愛の再現をやるっていうので、うん、キスシーンあったのよ。そう。なんで引き受けたんだろう。そんな仕事、なんで引き受けたんだろう。ね。プロだからだよ。まあ、女優さんですけど、岩佐さんは。何してくれてるんですか？全然その得にならないじゃないですか、まず。え、違う、もう監督は堤幸彦さんだったからね。え、そうだよ。え、ガチで？ガチ。ガチの口？口よ。え、本当に、え、山ちゃん口あるん？あるよ。俺じゃ、どっから声出てると思ってんだよ。違う。同じ地球人だぞ、俺。嘘。嘘じゃん。そこ驚かれて恥ずかしいよ、俺は。マジか。マジだよ。あれですね、シンプルに言っていいっていいですね。やめなさいよ。よく言ってないで。いや、これ俺の、じゃあ俺の必殺となる。いや、前置き系ね、うん、これはいいよ。結構使えるよ。え、そう、シンプルに言っていいって、うん、シンプルに言っていいですか？なんとかっていうと、すごく、めっちゃいい。シンプルに言っていいですか？一回みんな目線もこっち呼べるし、うんうんうん、で、シンプルに言っていいですかって前置きしてるから、うん、本当にシンプルに言ってもいいのよ。確かに。そうすると、本当にシンプルに言ったらってツッコミもらえる時もあるし、あーシンプルに言っていいって言って、シンプルじゃないこと言うと、もう一個次のボケになるわね。はぁ、あ。すごい。メモ、メモ、メモ、メモ。いや、これも。メモ今とかだってあれだよ。これ、ここに書いてある。ごま油聞こしか書いてないじゃないですか。山里なんで、これぐらいしていきましょうか。他ですよ。さあ、小野ちゃん。はい。いろいろ。結構いじられてましたよね。何これ、本当に。今日こんな思いしに来たんじゃないんですけど。本当に。俺も本当、後で殴っとくから、スタッフさん片っ端が。やめろ、バカ野郎。傷ついてるじゃないか。気持ち、気持ちどこに置いてきた？お母さんのお腹の中です。おい、出せ出せ。これね、あの、テレビで経験人数は 3.25 って言ってましたけど、これ 0.25 ってのはこれ、どういうことですか？違う違う、これはもう本当テレビのノリで本当に言っただけなんですよ。その芸人さんがネタで。え？一人4分の1ってことですね。うん。4分の1ぐらい。そうです。ちょっと入ってくれる？そういうふうに男の人が食いついてくるじゃないですか。あ、それがいいな。それがいい。ああ、なるほど。いい技ね。技です、技、これは、本当に、うん。え、じゃあ、本当は何人なの？いや、でも 3.25 ですよ、本当に。ほら、3.25。これ言えませんよ。手島さんは ?1。あった。意外と1、そのね、1図なの。そう身持ち硬いって有名だよ、本当ですか、うん、ねえ、いや、みんなはね、多分思ってると思う、これ誤解だよね。うん、手島さんって、6000人ぐらいと経験ありそう。出てるけどね。いや、それ1なんですよ。ほら、これ誤解解けてよかった。あ、でもまあ、経験人数か。うん。おい、じゃあ違うんかい。やめましょう。付き合った人数より経験人数が多かったらいろいろ問題出てくるでしょ。いやいや、片思い。これ、ののキャンは、そのののキャンのキャンは、はい、ん？あのキャン、ね、キャンでいいです、ね。え、違います、違います。全然関係ないです。もう自分で言ってくださいって言ってた。え、なんでこのキャンがキャンタマになるんですか？もう言っちゃった。言っちゃった。分かっちゃった。逆に、俺と手島が言ってないとこ言っちゃった。ね、で、その、本名にも入ってたってもね。いや、入ってたとかじゃないですから、ほんと、本名いじらないでください。なんで気づかなかったんだろう。ね、もう私、逆に。本物だ。
そうだ、もう、LINE のあのね、あそこでもう見て分かるべきだった。そうだ、そうだ、そうだ、今日マリアって書いてあったもん。そう。あ、どうしたんですか？なんで、なんで、なんで。どうしたんですか？宮田とマリアは別、うん、別もんじゃないですか。別にそこ繋げる必要ないんで。でもほら、せっかちな人は急いで呼んじゃうからね。うん。宮田マリアっつって。ね。宮田マリアさん。宮田マリアって。うん。いや、玉じゃないですから、ここ、本当に。いや、でも、もしもね、もしもよ。あ、これ、論より証拠の大乱ですからね。うん。こう寝言で。中村、菊池亜美、小島瑠璃子、全員風邪ひけって言ったら、まさかね、そんなこと思わないですよって言うかと思ったら、インフルエンザって言ってました。ガチで2週間やさすがですね。手島さん。手島さんって、童貞に優しそうだよねって言ったら、童貞狩りし、童貞じゃない、童貞を狙ってるって言ってたね。はい。童貞がいい。童貞がいい。ピュアな人が好き。そうね。もうやだ、汚れてる人とか本当に嫌。あ、そう？うん。もうなんか辛い思いあったんだ、いろいろ。私が今もう本当に超ピュアだから、なるほど。本当に何もないんですよ。その辺のアイドルより、すごいピュアなんですよ。これ、手島さん今日、運命の日かもしんない。何？うちにいるんですよ。何？生粋の童貞ちゃんが。え、マジで？どれ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 ？セコちゃん！え？え？全然いけんだけど。いける？え、全然いけん。あ、ああいうタイプ好きなの。おい、え？ああいう地味なチェックシャツでしょ？メガネでしょ？うん。あれ、いいじゃん。じゃ、セコちゃん、もしね、手島さんが、お、抱かしてくれたらどうする？丸か×かで。おい、なんでだよ！なんで×なんだよ！すいません、手島さん。童貞のくせに。うちのセパちょっとすいません。セパ、申し訳ないです。抱かせろ！いやいや、手島さん。抱かせろ！プライド。なんで？プライド。カレンダーも出てるぐらいの人なんだけど、プライドね。さあ、ということでね。童貞大好き。もうやめなさいよ。気をつけなさい。言い方、童貞大好きなんだけど。さあ、そしてね、これは、手島さん、あとね、胸話術。さっきやってましたけどね。はい。偉いもんで、もう目の前で父をもうウィングイ揺らしてましたから。いや、なんか、うにゅうちゃんとさ、さにゅうちゃんっていうのがあって、うん、胸に顔を描いて水着で、こう、うにゅうちゃん、うにゅうちゃん、なにさにゅうちゃん、寒いね。いや、僕は寒くないよ。うん、どうして心臓が近くにあるから。わあ、ずるいよ、さにゅうちゃん。いや、うにゅうちゃんやめてよ。いや。おしくらまんじゅうみたいな。これ、てよさ。え？俺、今年それで決勝出れるもう見えたよ俺。ゆず終わっちゃった。いやまだやってんじゃない。あるわあるわ。まだか。どうだろう。まだちょっと調べとくわ。よし、まだから。水曜ジャック山里亮太の不毛な議論。ラジオでメガネたまたま、ハッシュタグ65点の女、ジャックバウアーから拷問まがいの尋問をされても、私玉金じゃないですと言って絶対に口を割らないおのののか。これはすごいよな。さ、水とかにバシャってやられてもさ、私玉金じゃないです。水曜ジャンク山里亮太郎の不毛な議論、手島優とおのののかを100点にしようスペシャル。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。ちょっとね、はい、小野ちゃんが元気なくなっちゃった。そう、なくなっちゃった。大丈夫よ。そう、100点するか今から。はい、いけるよ。いける。うちの小野はいけますよ。そうでしょ、手島さん。そうなんですよ。じゃあ行きましょうか。いい子ですから。お願いします。わかりました。行きましょう。じゃあ、早速、じゃあ、小野ののか100点していきましょう。はい、まずは、ラジオネーム、トンナンシャーペイ。ハッシュタグ100点の小野ののか。かわいいわ。休日に寝ていると、ねえ、どこか連れてってよ、と言うので、休みの日くらい寝かせてくれよ、と言うと、もう知らない、なんて言うと思ったか、と言いながら、ベッドの中に入り込んで、しつこく絡んでくる、おのおの。こういうのかわいい。こういうとこ今みんなが、想像するわけよ。うん、おのちゃんがこう入ってきたら、もう100点です、かわいい、うん。全然やります。本当に。あ、そう。もうね、私、甘えるタイプだし。あら、もうなんか、こうだぞみたいに言われたの、ニュンニュンニュンみたいな。いや、そういうタイプなんで。かわいい、今の。酔っ払うとね、そんな感じで私にも出してきますもん。ええ、多分やってると思うんですよ。あ、そう、やってます、全然。酔うとそれだったら、それこそゴッドタンのさ、あの、酔ったやつね。かわいい、そしかいけそうな。飲み川。ねえ、うん、これは100点で。大丈夫、なんかこうさ、こう布団の中さ、入っててさ、ニャンニャンなんか出てた、あれ俺取れちゃったねえ、それは、それはあるかもね。で、いや、
もしそういうこと言われたら嫌だなと思っただけ。嫌だ、そんなのないね。もうその話はちょっと、もういいです。そう、可愛いのだから。もういいです。そう、可愛いのでいこう。違うの？可愛くしてください。可愛いの。あ、これは可愛い。ラジオネームガラスのハート。うん、ハッシュタグ100点のおのののか。デート中、他の女性をチラチラ見ている彼氏に、私から目を離すと、どっかに転がっていっちゃうかもしれないよ、と、頬を膨らませるおのののか。ちょっと丸顔の可愛い女の子がちょっと甘える感じ。そうですね。ちょっとこれ言ってもらっていいですか、うん、可愛らしい感じで、この格好のところでございますけども。うん、私から目離すと、どっかに転がってっちゃうかもしれないよ。可愛い。え、ちょっと待って、これ転がってっ、銀玉じゃねえか。え、しかさ、ねえ。え、下品。いや、違う違う、違うのよ。いや、そういうなんか可愛いって、タワーじゃない。これ可愛い女の子のやつよ。本当ですか。じゃあできてんじゃん。もう転がっちゃってんだからさ。もういや私別そんな転がりそうですか。いや転がっちゃったから顔膨らまして丸くした後にってことよ。うん、あ今の感じ今の感じ。あこれ、うん、これ可愛いじゃない。これこういうこと100点なんだ。これはもうまさにあれですよ。だからもうあれでも手島さん。何まさにどれなの手島さん。手島さん。やめてよ。金玉。やめてよ。手島さん。手島さん今日一番発信履歴金玉多いよ。手島の携帯が。気をつけて。やだ。これ、あ、これ、俺、これはシンプルにね、いい。ラジオネーム、ハルテイオニク。ハッシュタグ100点のおのののか。ビールを頼むと、泡いっぱいに紙コップ、泡いっぱいに紙コップに注いで、泡いっぱいね、泡いっぱいに紙コップに注いで、うん、一口だけ飲むと、うん、口をつけたところを指差しながらビールを渡してくれる売り子のおのののか。ああ、はいはいはい。なんか可愛いじゃん、なんかそう、そういうイメージあるじゃん、やっぱ、ね、ビールの売り子さんだったわけだから。うんうん、はい。なんか、そういうのとかな、あしたなんか。なんか、え、しないですけど。そういうサービスみたいな。そういうサービスはなかったですね。めちゃくちゃ、はい、1日いくら、どれぐらいやったんだっけ、最高。400杯くらいやってましたね。伝説よね。そうですね。頑張ってましたね。ね常連客の人がいたの？いました、いました。でも常連客の人とか、すごい仲良くて、おしゃべりするし、名前で呼び合ったりもするし。え？口説かれたりとかするんじゃないの？まあでも、口説くのは基本的禁止なんで、ダメですって言うと、隠れてなんかお札と一緒にあの名刺渡してきたりみたいな人、ね。ああ、そのビール代と一緒にね、隠れて。はい、あれじゃん、もう。どれじゃん。ねえ。あれじゃん。そういう、ちょっと、ね。え？あ、そのお水って感じ？うん。全然全然。でもね、普通だもんね、はい。あの、ちなみに野球選手から口説かれたことは？いや、それは本当に売り子の時ないですね。売り子の時？あ、違う。今はある。売り子の時はって言いましたよね。売り子の時はなかった。今はほら可愛くて出てるから、うん、なんかいろんな男寄ってくるんですよね。おのみたいなことでしょ。自分で言っちゃいがちな、うん。セリフかパリフか言えるね。いやどっちもでしょ。言ってない。じゃあどっちもです。日本シリーズだね。日本シリーズってなん。いや来るでしょ。来ないよ。本当に来てない。本当にそれはもう現在全然来てないですから。その時は100点だからちょっとまださらに100点していこう。あ、そうっすね。ラジオネームコートの侍。ハッシュタグ100点のおのののか。野々村誠さんのところへ行き、はい、そっと二つの脳を分けてあげて、野々村誠にしてあげる。あ、これ100点ですね。野々村さん。もう脳がいっぱいあるから。ああ、はい。脳、うん、あげてもいいんじゃないかな。脳1個あげる。おのかになっちゃうのか。おのかになるね。まあ、そうするとなんかすごい歴史の人物感出ちゃうから。今のは大して盛り上がらなかったね。なんで手島さん株がそんな下がらないでさ、毛先をグリグリやりながらさ、よくないよ、後輩の成長はさ、嬉しく見ないと。いや、だって今のそんな盛り上がらなかった、ね。まあわかる。俺もパンさんの向井の活躍はそんな好きじゃない。ラジオネーム、ロンより証拠の大です。ハッシュタグ100点のおのののか。はい、来年から、プロ野球の公式球になる。どうですか？なってみては。ビールの売り子から公式球になった人いないんじゃない今まで。なんかちょっと変わってきたな、流れが。あれねえ、今まで絶対いないよね、うんうん、え、どうやってなるんですか？売り子さんなんつって。うん、え何何何うつつ何ですか手島さん、やめてよ。同級生じゃないんだから。ラジオネーム大仏ラーメン。ハッシュタグ100点のおのののか。箱の中身を当てるゲームで、うん、中に入っているお手玉を触りながら、まさかとは思うけど、これ、おのののか？という、剣道小林。あはああいいじゃん。これ言ってそうだな。だからもう、やだ、もう、ラジオだけでとどめてほしいんですよ。そりゃそうです。
テレビまでは浸透してほしくない。もちろん、もう、これ止めようね、今日、ここで。そう、だからもう。いや、だから変えよう。いいよ。いや、だから100点ですよ。もういいよ、これ以上もう、ラジオネーム、こもはか来ましたよ。ハッシュタグ100点のおのののか。金玉にボールが当たって痛がっていると、顔を差し出し、私の顔をつけないというおのののか。あ、いい。あ、ちょっとこれ、ねえ、ねえ、あの、ヒーローな感じだよ ね、うん。そうさ、つって、恐れないね。アンパンマンじゃないですか、もう。アンパンマン、アンパンマンじゃ嬉しくない？もうなんかいろいろと、やだ、アニメ化。な、なるね。なんで、なんで、かけちゃん抜かせるよ。わ、来た、かけちゃんは今映画出ますけどね、今度は、ね。おっと、来ましたか？あれ金玉マンですかね。金玉マンじゃないですか？そんな直接的な感じじゃない。そうね、ちょっともうちょっとアレンジ加えて。ラジオネーム、ケンチロ。ハッシュタグ100点のおのののか。これ可愛いやつです。仕事から帰宅すると、うん、お帰りなさい。飯ののかにする、うん、風呂ののかにする、うん、それとも玉ののかにする、うん、と聞いてくるおのののか。何玉ののかって。何すんの玉ののかって。何すればいいの？わかんない。読んでみる。何すればいいんですか、ね、それ玉ののか、うん、言い方次第が。そうだと思う。もし読めるんでしたら、別にいやらしい意味じゃないですかね。うん、全然。はい。お願いします。お帰りなさい。飯なのかにする？風呂なのかにする？それとも、玉なのかにする？あ、ほら。あ、全然。なんか明るい感じでね、いい。すごい。うん、すごい可愛いっぽい。ぽいでね。いいじゃん。なんか本当に。何玉なのかって。何すればいいの？たま、たまきんをこう甘いカンクラッカーみたいなカチン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 した。で、やるやつか。なんなんか今の、とりあえず、よかった。これね、楽しくできたもんね、これで。100点は。これで100点なれるんだ。なれるじゃん今のだったら。どんだけホームラン飛ばすんですか、小野さん。何続きまして、ラジオネーム、ラッコフェスティバル。はい。ハッシュタグ100点の小野ののか。玉金から、小野ののかにゆっくりと変わっていくクイズで、あはってなると。あは体験ですね。うん、出ないよ、そういうの。アハ体験。そんなんテレビでやるわけないじゃないですか。巻き舌になってるよ、おのちゃん。おのちゃん、みんなが知ってるおのちゃんじゃ巻き舌になってるよ。使えないじゃないですか、そんな。何？これ行こう、これ大丈夫。ラジオネーム、爽やかタイマン。ハッシュタグ100点のおのののか。あ、これ。三色ショッピング。ね、この出てくれましたよね。うん、はい。三色ショッピングに出るときは、うん、出演者ではなく、箱の中の金色のボールとしては、登場と。あ、いい、俺引くから。レギュラーっすね。レギュラーっすよ、そしたら。何？金色のボール。そうですね。金色のボールってだって金玉のボールだよ。もう、ももちゃん。あっちゃ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 。違うじゃない。昼間の番組かな、それ。そう、これ昼ですから、僕やってる。昼間の番組で金玉出したらいいよ。いや、ももちゃん、ももちゃん。やめて、何なんですじゃないでしょ、ねえ、玉なんですよ。玉なんです。違うの？違うのじゃない。そんなの？違う。じゃあちょっとね、ラジオネーム、熊部屋。はい。ハッシュタグ100点のおのののか。玉さん、過去玉袋筋太郎さんに包み込まれるようにハグされると、ふるさとーっと食べる気も。これもうぜひ、金曜日の玉結び出てくれたら、うん、そんなコラボもできますから。そうよ。あー、これ時間あるかな、うん、あー、ちょっともう、いや、これね、一枚いけるかな、行こう、ラジオネーム、パイルドライバー、うん、ハッシュタグ100点のおのののか、うん。東京ドームのジャイアンツと試合、はい、キャッチャーの安倍晋之助は150キロのストレートをキャッチし損ねて股間にボールをぶつけた。うん、その場にうずくまり、動くこともできない安倍晋之助、うん。試合は中断され、観客席のファンも不安そうに様子を見ていた。そんな中、安倍の様子を見ていた救護担当がマイクを握り、ファンに問いかけた。お客様の中に、玉金の方いらっしゃいませんか？お客様の中に、玉金の方いらっしゃいませんか？観客席はザワつく。いたら何？当然、ファンの中に玉金はいない。誰も名乗り上げない観客席を前に、苛立ちを隠せない救護担当。そんな時、手を挙げたのは一人の女性だった。すいません。私、玉金です。私は、それは、ファンではなく、ビールの売り子。いや、ちょっと、じゃ、ねえ。ビールの売り子。いや、売り玉金をして。売り玉金って何？泣いちゃった。いやー、
ムランだね。ホームランだね。ね、さあ、ということでございまして、おのちゃん、どう100点だったかな？うるせえ。ごめんなさい。すいません、一旦 CM の間に甘いもの、甘いものあげてください。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク。水曜ジャンク。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。いや、ちょっと、女子がよ、お前いい加減しろよ。失礼だろ、お前。ね、いやね、女子がいるからね、うん、スイーツを用意しようっつって、お前、シュークリームを2つ持ってきて、お前。もうこれ、玉木に見えちゃってるよ。そういうこと？やっぱそれ？いや、これこ、びっくりしたのよ、うん。目の前にシュークリームトントンと2つ置いてたから、もう玉木に見えちゃうだろ。いい加減じゃ、ごめんね、怒っとくから。あ、誕生日だから。ごめんね、全然嬉しくないな。たまきんじゃないですか、これ。いやいや、シュークリーム、横に並べないでしょ。いや、やめてくれ、やめて。メールすごいの来てるから聞いて。ラジオネーム林、大変です。ヤフー検索急上昇ワード3位、たまきんです。ねえマジで？ねえ、ヤフーはダメだって。あ、そんな流れでこれ言っていいかな。おのちゃん、はい、握手会あるらしいね。もうやだ、怖い。ねえ、え、はい、いつですか？今週あそこ違う違う、そんなことしねえからしねえです、しねえですけ、しねえですけど、はい、今週土曜の12月13日私の誕生日なんですけど、カレンダー発売記念イベントで新宿の福屋書店でやるので、ぜひ見に来てください。ぜひぜひ行ってください、はい、ね、お願いします。直接会ったら全然私玉金じゃないんだ。そうですよ。でもこれ生で見てほしい。そうそうそう、生は本当素晴らしい、ね、生は本当に、うん、素晴らしい。あ、これ言ってくださいシリーズいっぱい来てます。はい。じゃあ行きましょう。じゃあ、小野さん。はい。これ、タマプラーザとセクシーに行ってください。お願いします。タマプラーザ。ありがとうございます。さあ行きましょう。ラジオネーム、ネズミ後輩。お二人にお願いです。はい。マリモッコリってセクシーに行ってくれませんかということで。じゃあ、手島さん。マリモッコリ。小野さん。マリモッコリ。ダメだー。さあ行きましょう。ラジオネームシャレ神戸。おのののかさん。はい。おなすと言ってください。おなす。ビマさん。ビマつけたね、今。てるさん、おなす。おなす。すごいね。そういうことで、ラジオネーム、とどのてまり。手島優さん、おのののかさん。はい。こんな最低すぎる放送に付き合ってくれたお二人は、100点で間違いないです。うん、大好きになりました。うわ、イエーイ、それは嬉しい。あ、それは嬉しい。それは嬉しいな。お二人、本当にありがとうございました。そして、失礼いたしました。ありがとうございました。